団長、少し時間はあるか。今日はバレンタインデーだろ。チョコレートを作ってきたので受け取ってほしい。これが本命かだと？君も鬼と呼ばれる私相手に大胆なことを聞くものだな。ならば聞くが、年上が好みなのか？私は相手が年下でも一向に構わないが。なんて、少しからかいが過ぎたか。これは日頃の感謝の気持ちだ。誠心誠意込めて作らせてもらった。味わって食べてほしい。